NHK、まあ、33年間勤めてて、はい、もちろんいろんなやりがいもあったし、はい、まあ、これからもいろんなことをできると思ってたんですけど、やっぱりなんとなくこう旅が終わってるなって感じがあったんですよ。だけどこのお話いただいた時に、パッと目の前に大海原がハッと広がって、目的地のない旅に今から俺は出るんだ。目的地ないんですか？